タイノ瀬駅とは、和歌山県和歌山市岩橋にある、西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。かつては、半和線の木中の島駅を経由して、木和駅に入り、南海本線の和歌山市駅へと、ほとんどの列車が直通運転を行っていたが、1974年に、このルートは廃止された。駅名はタイノ瀬であるが、県道の地点名は大ノ瀬。 バスの停留所名は、大野瀬であるなど、表記が統一されていない。なお、大野瀬停留所は、和歌山バス長の2019年4月1日大ヤ改正で、長線211系統が廃止されたことにより、廃止された。1900年に、大和田武樹が作詞した、鉄道昇華第5集49番の歌詞にて、当駅が登場する。親の恵みの小川より、 また乗る汽車は、キワの線、船と隊の瀬打ちすぎて、和歌山見えし嬉しさよなお、貸し中の和歌山は、現在のキワ駅のことである。相対式ホーム2面2線の交換設備を備えた地上駅。和歌山駅管理の無地見駅。2005年に駅舎が撤去され、コンクリート製の簡素な出入り口となった。そこに、自動券売機が設置されている。 出入り口は、小川方面行きホーム側にあり、和歌山行きホームへは、ホーム西側に設置されている。古選橋で連絡していた。2021年6月に、和歌山行きホームに出入り口と、愛子家チャージ対応券売機を設置した待合所が、新設された。古選橋は2021年6月に閉鎖され、その後撤去されている。トイレは設置されていない。和歌山方面ホーム出入り口。 町合所駅構内近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。